お兄ちゃんでもです。パープラピーやっていきます。今回はアンドロメダが実は進むでちょっと強くなっていた件やっていきたいと思います。進む、合わせ、ブラック、野球マン、アマネ、そしてジャベリンと。で、この構成を組むことで、なんとミート112ですね、を組むことができます。で、あとは、いろんな組み方によって、こう、新天候石化とかね、こう、いろんな、こう、新しい形が組めると思うんですが、アンドロメダもね、実は面白くなっていたんじゃないかなっていうところでやっていきたいと思います。で、今回は、招きと、あとはお守りですね、行きましょう。割とありかなって思うけどな。ミート112は、やっぱりその111からね、相当な査定を受けられるので、そこは楽しみにやっていきたいですね。あとはね、筋力がうまく入るかちょっと心配ではある。筋力が、まあちょっとこう入れてくれるキャラいないので、まあそこが打撃とかでうまく取れるかどうかが、まあ大事になってくるかなという感じです。あー、これはまあなしだな。技術はすごい来るんですよね、多分。なんでまあ、みやびがうまい具合に、精神セルを出してくれるといいんだけどって感じだな。あー、まあこれは合わせ取りましょうかな。OK、ラパーナイス。しかもこれ、長く続くやつですね。月面はあんま行きたくねえ。月面行くとワンチャン積みますね。ワンチャン積みますね。監督いないのか。監督いてて欲しかったけどな。これでも、うまい具合にジャングル入れそうなので、まあ、ジャングルをちょっと意識していきたいかな。ありがてえ、調子安定。これはありがたいですね。で、ああ、5か。5だとタックセル追い出しちゃいますね。まあ、しょうがないのかな。メンタル、筋力、ブラック、コピーだし、いいか。ゲージも溜まりますね。まあ、打撃練習は、知らんということでいきます。あ、これ取れるじゃないですか。ただ誰も評価いってないな、多分。誰も評価いってないな。それは怪しさ満点だなっていう。出る。ああ、いいっすね。これとことん付き合っておきます。で、行きましょう。素晴らしい。ナイス、みやび。まあ今もう、ぶっ放してもよかったかもしれないですね。タックするかな、誰か。OK。からの、誰かしら、オッケー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 、順調。ありがとう。うん、タックしましたね。ほう、また、これですか。あー、もうタックできないかもなーって考えると、まあ、これはもう一回打っちゃいましょう。まあ、最悪もう一回、まあ、敏捷系来れば、打ってもいいかなっていう感じですが。ちょっと初強化がね、どうしても、ジャベリンとかブラックとか低いので、なんともね、そのあたりが難しいところ。調子安定もらったな。気になるでいいのかな。で、これは上で。もらっておきましょうよ、あたり。で、まあ、タックしなかったですね。言っといてよかったですね。ただこれ、すげえ強いな。いやー、タックしたかったなー。からの孤立。まあ頼みましょう、これは。OK。だけの目欲しいですからね。からの、お、いいよ。これはありですな。進むの評価もいきました。ちょっと技術にはなりますが。まあ、ミート112のこともあるんで。ライン引きかな。高いで、なるほど、ちょっと考えないといけんな。どうあがいても追い出したくないですからね、あれは。
精神っていうよりまあここになるのかな。ちょっと難しいですね。まあ、天音のコピー入れておくのが丸いのか。まあ、一気に追い出しちゃって次やっちゃうのか。いや、それはないな。天音行きますわ。まあ、筋力は入らないので、ちょっとこう考えなきゃいけないですけど。うん。セクイチはまあ、順調以外の何者でもないでしょう。ああ、いいね。これいきますか。OK、OK、602。これもう打っちゃっていいな。サクッといっちゃっていいな。で、安倍比か。安倍比とあと、打球伸びいきましょう。うん。で、ミントカーソルガーって上げていいと思うので、多分600とかだったら、打ったら終わるよね。ああ、まあ、もう、練習ができないな。これブラックいいな。ただこれ筋力入れた方がいいか。200とか入るんだけど、まあ、筋力入れた方がいいっすね。これ打ちましょう。で、7か。まあ、ちょうどうまくやれるっすね。OK。うん、これは強いね。進むの阿部比は取ってあげてると、守備骨コンかな。OK。ちょっとドキッとしましたけど、大丈夫でしたね。おわー守備骨うまっ。あ、まあここはしょうがないっすね。守備上げられてないんで。あ、これは強いな。これ92、とりあえず92で、92というか90、100まで上げていいな。で10アップすればいいから、一応これ、あ、なるほど、そういう感じね。64、65。あ、なるほど。したら、ここまで上げましょうか。で、10アップしたらラッキーって感じですね。わー、52%、さすがに無理。まあ、メンタルで215技術取っといてもいいし、デート行ってもいいっすね。これデートにするか。技術とはまあ、入れられるでしょ。うん、あとはラップはやっぱ長いっすね。合わせ、ここがいいとこですね。プレッシャーラン。キャッチャーだよな。9回の頭脳入りました。で、あとはこの監督を、まあ、うまい具合に入れていくのと、しっかりと破損セル取りてえな。まあ、ちょっと一回休みたい感はありますが、これちょっと破損セル追い出してしっかりともらっていく感じにしましょう。ちょ、下に積まれてたんでちょっと嫌な感じですけどね。メンタル来い。ほう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 。あ、これメンタルでいいか。で、合わせいいな。まあ、ブラック追い出すとこれは精神になるのか。うん、どうしましょうかね。合わせ1で取るっていうのも、ちょっと何とも言えない感はありますね。いや、でも取った方がいい。タックセルないと正直弱いわ。ちょっと1とかだと結構損してる感じなので、まあ難しいところではありますね。応援するでいい。広角打法は1でいい。で、3、これ完璧だな。うん、これは並びがいいですね。まあ、雅も入れたいところではありますが、ここでいい。あんま欲張んないようにしたいです、ね。監督に聞く。ジャベリンの前に出るだよね。これ久しぶりだから忘れてるんですよね。一応調べてはあります。前ですね。で、もうこれは行くしかねえと。いうところ、まあ、タックどこもしてない。一回デート入れるか。いや、入れてもあんまり意味ないよな。デートの回復を入れるのがそもそももったいない気もするし。だ、コピーセル一個もないんで、タック絶対しないんですよね。ここは一回デートしましょう。
け、広角打法。広角打法2位になりましたね。キャッチャー欲しいな。そして、うん、基礎値上げつつちょっとキャッチャー欲しいな。強いじゃんこれ。これ絶対強いやつじゃん。精神ボナだし。うわー、うま、どこもかしこもうまいな。ここもダブルタック。ここもまあ精神から取った方がいいと思いますけどね。これもうダブルタックしてるんでいきますわ。あ、間違えた。で、敏将は多分なんとかジャングルに合わせられた時にがっつりいけると思うので、そこ以外を稼ぎたいですね。技術精神マジでしんどいと思うので、肩とかも怖いな。ちょっとどれくらい稼げるんだろう。ほんと総力もバーストと牛若ですからね。結局めっちゃわからんわ。オッケー、まあまあいい感じ。うん、やっぱ進むも効きますね。オッケー、合わせ頼むよ。オッケー、大吉。しかもパワーヒー、パワーヒーは結構最も欲しいことの一個ですね。それはありがたい。そしてタックもう一回できますね。まあ合わせ拾っとく方がいいよな。合わせ拾っとく方がいいかなとは思います。うん、結構あるけどな。敏将がとにかく足んないな今。うん、ここはとりあえず揃えられました。敏将は次ぐらい限度しんどいね。あー、もったいねえな。まあこれは上でいいですね。でゲージを貯めつつ、あー、オッケーオッケー、ブラックがこれになってて、おー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 おお、いいよ。あ、どういう感じにしよっかな。これ強烈よね。ズバリオッケー、ナイス。これもいい感じ。まあいいんじゃないですか。どうしよっかな。これは難しい積みになってきたな。まあ、ブラックは100積みたくて、てか積まないと正直弱くて。いや、走塁もう一個作りてえな。で、あとブラック積んでいきたいですね。これは100敏将やんないとアウト。これちげえんだよな。精神になっちゃいますね。あー、ここでゴタゴタしたくねえなーって思うと、まあ、メンタルいってもういくかとかなるんですけど、そうじゃないんすよね。これいくと一応敏将あまねも詰める、まあもろもろ詰める。まあ、選択肢としては悪くないかもしれません。良くもないですけど。うん、とにかく止まらないことが大事なので、まあ、個人的には大事かなと思っているので、これ取ると技術になっちゃうな。結構バランスが難しいところ。もう行くかなこれ。まあ、まあ強くもなく弱くもなくなんですよね、並びが今おそらくっていうところなので、難しさがあると。これ言って敏将にらもうかな、もう一回。ただ敏将がそんなに、まあ、持ってはいるんですけどっていう感じですよね。うん、これも行った方がいいかな。150、まあいいでしょ。でここでしっかりと回復すると速攻。
うん、いいですね。悪くない。ああ、ここダブルタックになってますね。まあ、敏将取りたいんですが。うん、いや、ここは我慢して敏将だな。うん、ここはまあ、雅ですかね。とかで我慢していかないと。敏将明らかに足んないんで、今。バランスもね、あんまり良くないので、今。ここは雅行きましょうか。うん、ここは雅行きます。120か。まあ、ちょっとさばきたいっすね、やっぱ。こんなもんか。で、守備行きます。守備ならそんなに影響ないと思うんで、ジャベリン。お、頼む博士。オッケー、それは神。209、いいっすね、ダブルタック。あー、筋力も欲しいよな。まあ、これとりあえず打って考えよう。うん、こっちの方がもらえてるね。ちょっと敏将正直どこまで伸ばすか分かりませんが、上限もしかしたらいかない可能性もありますが、まあ、これはまず筋力もらいましょう。オッケー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 。よくこの並びでこんだけ入れたわ。オッケー、よしよしよし、いい流れいい流れ。破損セルはなさそうっすね。これタックセルが2個か。あー、コピー2個だよな。ちょっと落合がまあ、いらないどころか、まあ、完全不要なんですけど。これは言っていいな。二人入るしな。なんかちょっとポイントがそろそろ触れなくなってきておりますね。シワか、重。重いな、めちゃくちゃ。ただまあ、正直、しょうがない感もあるな。これは行きましょう。うん、最大値伸びたことで相当楽になりましたね。タイミングも完璧でしたしね。あ、いいっすね。これは神じゃないか。ああ、これ捨ててもいいか、ヒートアップ。まあ、残り7ターンなので、ワンチャンいけるが。これ今、並び完璧だな。まあ、取ってもいいですね。ただ、打撃3詰めてるな。そして、精神。どうでしょうね。これ取った方がいいかな。でも、ソウルいらないもんな。これ取った方がいいな。これは取りましょう。これ取って、まあ、一回休んでって感じが、ベストっぽいですね。これ取ろう。ちょっと敏将は取れないが、それ以外は。まあ敏将も取れるか、取ろうと思う。うん、102だからね、さすがに行きましたね。あら、ワンタックか。これはいらんな。これ一回休んで行きましょうかね。でも多分、しないでしょ。多分、点差覚醒しないでしょ。めちゃくちゃおもろいことになってる。あ、いいよ。デートかな。体力の回復量が間に合ってないんですよね。僕の SR なんだよ。これ、休もう、普通に。OK。コピー2人。まあ、多分発動するような気はするけどな。うん。あんまりここで道臭くてもしょうがないし、次のトリックスターは最悪なくてもいい。うん、悪くないっすね。ナイス。よし、1万点いきました。守備とかめっちゃ欲しかったわ。ありがてえ。ただこっちのタックダブルですね。で、打開。ちょっとさっき冷静をもらっておくべきだったかな。敏将がやばいかなと思ったんですけどね。全然大丈夫そう。
いや、そうでもないか。結構やっぱ厳しいね。うん、ただこれ入ったことによって、まあおそらくですが、この辺の金利うんぬんは大丈夫そうかな。まあ今のところ順調にはいけてるような気はしますが。うん、あとは筋力と。筋力敏捷ですね。特に敏捷ですね。敏捷は全く足らん。敏捷、敏捷。はぁ、あ。どうする。ブラックのところが、まあ、一番いいかな。ちょっと合わせで体力のね、維持ができるんで。でも、この200入れてよな。さすがに。っていうのと、マジで後ろの方はポイント足りてきているような気はしますね。この辺取りましょうか。うん、ミントも112いってますからね。変な話。そうなんだよな。ポイントすごいですね。これ、敏捷取るか、さすがに。素直に敏捷いっておきましょう。あ、ここからだな。やめて、やめて。うわぁ、しんど。うん、ここは一回休みましょう。おぉ、ラッキー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 、青色ボタン。ここから一回仕掛けてすぐに。次。おぉ、マジ？この敏捷神じゃん。うん。まあ、トリックスターは最悪捨ててもいいかもしれませんね。っていう感じには、まあ、なってきている。オッケーオッケー。チャンスとかも取りたいしね。うん、とてもいいんじゃないでしょうか。行こう。これはうまくいってますね。112か、すげえな。もうエレキのサンダーボルトも目じゃないぐらいミートでかそうっすね。ちょっと今は不調なんであれですけど。で、パワヒとか入ったのも大きいですね。筋力足んないのはもう元から懸念していたので。オッケー。敏捷、とにかく敏捷。まあ、トリックスター取れたらいいけどな。まあ、無理して取る必要もないような気はしています。取れないこともないとは思います。まあ、せっかくジャベリン入れたからね、取りたい感はあるけど。オッケー。ほぼ完璧に来てますね、ここまで。うん、12860。なんとか1819ぐらいは生きてえな。ほう。あー、完璧だな。オッケー、しかもラッパ。しかもラブパって、マジか。あ、強え、これ。あ、てか、これも普通にめちゃくちゃ強いわ。もう行きましょう。ちょっと4ターン抜けられないけどさ、敏捷やばいよね、やっぱり。これ、いけるわ。敏捷多分もう、カンストっすよね。パワーひとるか。OK。もう並びが完璧なんで。ちょっと体力を回復したいですが、まあ総力の上限もこれは間違いなくいけますね。守備 5% か。あと2ターンあるし。あ、まあ合わせでラブパ続く感じあるけどな。ただダブルタックとか、まあ進むが来てもしょうがないからな。これは一回休みましょう。いや、すげえ。全部チュンチュンだ。うわー、アタック来ないか。来なくてもこの威力、すごいね。わー、ちょっとここ欲しかったなー。ここ欲しかったなー。ただまあ、足りましたね。そしてパワープルやってて、パワープルからまた土来るっていう。ここちょっと欲しかったな。
ここアタックしたらやっぱ強かったんで、さっきの進むが取れたらよかったのかな。で、監督を手に入れたいんだったら、押し出し一回してからじゃないと無理なので、ま、足んないもんね。これ踏んで、押し出しながら監督取ってタックするしかトリックスは取る術はないと思います。このハソンセルを追い出せればいける。そもそもなかったわ。そもそもなかったので、まあ、そしたら、自分が取りたいやつ。まあ、筋力だよな多分。なので、まあ、これ行って、雪山ドカンかな。ちょっと体力しんどいですけど。これはもう行くしかない。あ、雪山ねははは。雪山ねまあ、これは普通に筋力ドカッと行きたいですね。ちょっと取れるかわかんないですけど、怪我取っていきましょう。はい、オッケー。まあ、かなりいい VR 人生だったと思います。まあ、最後ね、トリックスター取れたら、ほぼ完璧でしたけど。あとはデートしながら、かな？内野安打。まあ、敏捷はもう、目処ついたでしょう、これは。筋力やっぱ厳しいな。本塁生還一応あるのか。かく乱もコツもらいましたしね、ちょっと惜しかったな。ブースト誰かくれんのかな。まあとりあえずデートしましょう。キャッチャー欲しいな。合わせからキャッチャーのこと欲しいな。行きましょう。マスター次行きましょう。でもう一回かな。まあブラックのコツは結構全部強いけどな。まあ狙いに行ってもいいか。チャンスとかは、対左かな、欲しいの。なんで、バーストは潰しましょう。ください。ああ、まあ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 。あと2回なんで、もう行くしかないですよ、合わせ。ささやき破り OK。で、あと、連打、だよな。ささやきとあと連打は取っちゃっていいか。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。OK。で、ラストデートか。さ、合わせ、行きましょう。よし。ちょっとドキドキしましたけど、いろいろ。スルベ打ち、キャッチャーは入ってないままですね。これ、直撮り嫌だな。筋力欲しいんで、まあ普通にここでしょうね。進むキャッチャーくれねえかな。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。からの。ほう、何もなし。ただここは筋力でいいですね。スカウトありがとう。チャンス取るかも。1。いいでしょう。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。さあ、ラストターン。進む。マジでキャッチャーください。進む。あー、ないか。しかも137っていう。まあ、他がしょぼいんで、まあ、ここでいいでしょう。で、まあ、海岸で一回ね、さばけばいいかなという感じです。はい。からの。まあ、取るやつを取っていきましょう。まあ、キャッチャーは100取ると。チャンスメーカー。うわ、思ったよかきついな、この辺。思ったよか。思ったよか、ずーっときついね。かく乱とか取ろうかな。バースト。まあ、ポイント的には一応待てるって感じか。じゃあ、これで行きましょうか。はい、勝てました。ということで終わりましたね。結構意外と技術が結局足んなかったっていうのが意外ですね。うん、オッケー。これでエースキラーもちゃんと入りますと。うん。オッケー。まあ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 、かなりうまくやれましたね。で、フレマラしたんでありがとうございました。で、まあ、振っていくんですが。
筋力あるな。筋力そこそこあるな。筋力いいかな、90振って。これこれとまあ4番あ、怪我いってますね。じゃあいいか。200、200、100とかだな。ただ開眼する必要ないかもしれませんね。ちょっと振ってみないと分かんないですけど。精神か。まあ、綺麗にはさばけそうにないかな。まあ、技術もまあ欲しいですけどね。まあ、ただ、敏将はこれ100余るな。無理だな。将は何をどうやっても。うん、厳しそうですね。やっぱ1回はしたいか。頼む。安いやつ。安いやつ。ほんと安いやつでお願いします。おう。あー、うん、めっちゃ悪くないけど。悪くないんですよね、結局これ。あー、さすがに引き直すか。あ、もう確定でいいっす。これは全然悪くない感じですね。アイコンタクト OK ですね。うん。ちょっとばかし、というか、相当辛い。相当辛いけども。技術使うからな。うん、あともうチャンスなんだろうな。まあ本当にめちゃくちゃ敏将だったな。思ったよか稼げちゃいましたよね。これで終わりかな。まあしょうがないでしょう。ただまあそんなに悪くはなかったんじゃないかなと思います。はい。で最終的に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 段あって112ミニと言ってるんで、結構そこそこいくんじゃないかな。おー、全然いいっすね。なるほどね。PG1 か。あとは、まあ本当に取ってない特能とか、まあトリックスターとか、まあもろもろね、こう、もうちょっとね、交差点の金徳を積むようなもの、まあ、それこそジャギー入れて、新電光石火祝福とかね。とかをまあ考えていければ割と面白いんじゃないかなというふうに思いました。これはありですね。ということで、まあ一つね、皆さんにね、実はアンドロメダもちょっと強くなってたよっていう感じのご紹介でした。で、まあアンドロメダもこうちょっと面白くなったと思いますし、まあワールドスムがね、結構いろんな高校の可能性を広げてくれたんじゃないかなって思っているので、まあ北斗高校とかね、ちょっとそのあたりも皆さんが遊ばれている高校違うところもあるかなと思うので、いろんな攻略はねさせていただきたいかなというふうに思います。でね、ある程度こうアスレテイストをね混ぜながら、いろんな角度からワールド進むとかパワープロを皆さんに、ね、楽しんでいただければいいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。